リオティントは工業資源分野の多国籍企業グループである。1995年に英国に本拠を置く工業会社 RTZ とオーストラリアのクラガ二元上場会社を形成することにより成立した。二つの会社は別個の会社として残り、オーストラリア証券取引所には解消されたリオティントリミテッドが上場し、ロンドン証券取引所にはリオティント PLC が上場している。しかし両者は同一の取締役会により単一の経済単位として経営され、両者の株主は同じ投票権と配当事業権を持つ。RTZ の株主は全体の76.7%を保有し、会社は基本的にロンドンから経営される。リオティントは南スペインにあったローマ帝国に銅を供給した鉱山の場所に由来する。 1873年、英国ロンドンの NM ロスチャイルドサンズと、仏国パリのロチルド・フレールが、ヒューマセソンタの投資者と共に赤字だった、スペイン国営利オティント鉱山を買収した。新オーナーは会社をリストラクチャリングし、収益の出る事業にした。1895年に、ロスチャイルド・パリ家のアンリが、マチルド・ソフィー・ヘンリエッテ・フォン・バイス・ウィーラーと結婚した。 マチルドの祖父レオポルド・デビット・ウィズ・ウィラーは弟ダニエル・ワイス・ワイラーがロス・チャイルドのパートナーであった。1905年までにはリオティントに対するロス・チャイルドの出資比率が30%を超えていた。1929年2500万ポンドを増資して南ローデシアの同工産を買収した。参加企業は持ち株会社の老古なコーポレーションに統括された。 同社は南ローデシア政府に A 軍用キャンプ地を提供した。ロカナは3つの事業判断を下した。まず1946年に電海精錬のローデシアカッパーリファイナースリミテッドを売却した。また1951年1月1日からロカナと売却した精錬所の本社をロンドンから南ローデシアへ移すことにした。そして百五十二年に ローデシアアングロアメリカン社の技術を結集してローアングロマインサービスリミテッドを設立したこの企業はちょうど6年の間ローデシアセレクショントラスト社に優越した1954年の動きは外部リンクへ譲る1962年にリオティント社はオーストラリアの会社コンソリデーテッドジンク社の過半数の株を取得しリオティント社自体がリオティント ジンクコーポレーションと改名した。オーストラリアの会社は、コンジンクリオティントーブオーストラリアと改名されたが、別の会社として登記され続け、オーストラリアの一般投資家による投資比率が増加し続けた。それだけ収益率が良かったのであるが、その開発規模は、オーストラリアの産業構造を変えてしまうほどであった。リオティントは1975年までに、ブーゲンビルカッパー、 ローシング・ウラニウム・マイン、キャパー、パスサン・ソノタス社を買収した。現在の二元上場会社の構造は1995年に形成された。2007年7月12日、リオティントはアルミニウム世界第三位のアルキャニへの381億ドルの有効的買収提案で合意。アルキャンは同年5月に同業大手で世界 第2位のアルコアから敵対的買収提案を受けて拒否していた。リオティントが合意に基づく株式公開買い付けでアルキャン株式の3分の2以上を取得し、リオティントの既存のアルミニウム部門とアルキャンは統合して新たなリオティントのアルミニウム部門にあたるリオティントアルキャンを形成し、世界最大のアルミニウム生産企業となった。これは世界の工業金属業界における 史上最大の M&A である。2008年に BHP ビリトンがリオティントに対し敵対的買収を提案したが失敗に終わった。2009年6月には BHP ビリトンとオーストラリア西部における鉄鉱石事業を統合し合弁事業を設立する計画で合意したが2010年10月18日に撤回に追い込まれた。 いずれも両者が鉄鉱石輸出量で2位と3位を占める巨大企業であり、統合による市場支配力が強まることが予想され、反発を招いたことが理由とされる。2009年7月5日、リオティントの社員4人が産業スパイの容疑で中国政府に身柄を拘束される事件が発生し、その後8月12日にスパイ及び贈賄の容疑で4人が 正式に逮捕されたと新華社通信が報じた。中国とオーストラリアの関係はこの事件によって一気に悪化し、オーストラリア政府は8月20日に中中国大使を召喚した。同年6月5日にリオティントが中国の国有企業中国アルミニウムの出資を拒否したことが原因ともされている。最終的に中国アルミニウムは議決権の9.8%を保有し、 リオティントの筆頭株主となった。2011年8月に子会社ルザナックをイメリーズに売却した。2014年、同業大手グレンコアがリオティントとの合併を提案したが、リオティントは翌年これを拒否した。同グループは多種の抗酸商品を以下の部門で算出する。また、ブリティッシュアメリカンタバコと資本的、人的関係がある。リオティントは、 ハマースリーアイアン社を完全保有する。同社は西オーストラリア州で多くの鉄鉱山を完全に、または提携先と保有する。特記すべきはいくつかのプロジェクトでは中国の企業とも提携していることである。鉄は2003年には収入の18%、グループ収益の36%を占めた。同社は鉄鉱石の世界第2位の産出者である。 銅の部門は銅を算出するだけではなく、かなりの量の金を、オーストラリア、インドネシア、南アフリカ、チリ、アメリカ合衆国にある同社の、いくつかは、合弁の一員として算出している。銅のグループは、売上の23%、収益の32%を計上した。リオティントは、コマルコ社を所有する。同社は、 アルミニウム鉱石であるボーキサイトをクイーンズランド州のウェイパで採掘し、精錬所をオーストラリアで2カ所、ニュージーランドとヨーロッパで各1カ所創業する。同グループは英国のホーリーヘッドにあるアングルシーアルミニウム精錬所を創業する。同グループは売上げの16%、修正後収益の14%に寄与した。2007年、カナダのアルミ大手、 アルキャンを買収した。同社のダイヤモンド事業は西オーストラリア州のアーガイルダイヤモンド鉱山で産出されるピンク色のダイヤモンドで最もよく知られている。同鉱山は世界のピンクダイヤモンドの総供給量の90%を占め、世界の全種類の天然ダイヤモンドの約30%を占める。同社はまた、 カナダのノースウェスト巡州にあるダイアビク鉱山の60%を所有し管理している。2018年8月1日、炭鉱やその開発権益の売却完了を発表し、石炭事業をもたない初の資源メジャーとなった。かつてはオーストラリア、北、アメリカで創業していた。論争の種になるのはエナジーリソーシズオーストラリア社でウランを カカド国立公園の付近で採掘している。同グループは売上げの20%と利益の11%に寄与した。工業用鉱産物グループは活石二酸化チタン食塩、放射、他の産品を採取する。これらの創業はオーストラリア、アメリカ合衆国、アフリカに散在する。同グループは売上げの15%、利益の11%に寄与した。 同社はまた、テクノロジーグループを持ち、研究開発を行っている。そのうち特記すべきものに、ハイスメルト鉄分精錬プロセスと資源探査グループがある。二重に上場した、会社体制の下、リオティントグループの管理権限は、取締役会と執行委員会からなる一つのグループに統合された。取締役会のメンバーには、取締役と非常勤取締役があり、 執行委員会は主要な事業グループの会長らで落ち着いた。リオティントグループは全体及び一部が子会社を所有した複雑な構成をしている。5つの事業グループはそれぞれの内部に上位のグループを持ち主要な子会社が含まれる。環境保護団体や労働組合から多数の環境、政治、労働安全や労働者の権利に関する疑義が 提出されている。特にオーストラリアの建設、林業、工業、エネルギー労働組合からである。同組合は、ジョン・ハワード政権の1996年、職場関係法の導入後同者が、職場から組合を排除しようとする試みに反対する、運動に成功した。ありがとうございます。